ただし和牛、但馬牛は、兵庫県産の黒毛和種の和牛のこと。このうち、神戸肉流通推進協議会による基準を満たして生産され、同協議会が定める格付け基準を満たした牛肉を、但馬牛という。但馬牛は、現兵庫県内で生産されてきた牛に対して用いる呼称。このうち肉質の良い血統に、品質基準、流通管理が導入され、肉用牛として開発されてきた。兵庫県北部にあたる但馬地方では、牛が古来から飼育されており、平安時代初期に編纂された勅撰書である属日本記には、耕運、晩運、食用に適すとある。このように、但馬牛は、主に田畑を耕したり輸送を行ったりするための液牛として、また食肉向けにも用いられていた。長命連山で繁殖力が強いため、但馬では生産が盛んに行われており、養父市場、現在の養父市、湯村市場、現在の三方郡新温泉町などに牛市が立ち、畿内やその周辺へと取引されていた。小型で力強く、飼料の利用性が良いただし和牛は人気が高かった。ただし、和牛の全国的価値を高めたのは、現在の兵庫県三方郡上町小白区のイノシシの谷地区で1797年に生まれた前田修介である。前田は小白の谷で優れたメスの血統集団である修介鶴を形成した。鶴については後述する。明治時代に牛肉を食べる文化が広まると、ただし和牛の牛肉が神戸肉、神戸ビーフとしても注目されるようになった。神戸ビーフの名は神戸の居留地に住む外国人たちが神戸で手に入れ牛が非常に美味しかったからとも、横浜などの居留地の外国人たちが生産量の多い関西方面から入手した牛が神戸を経由していたためとも言われているが、いずれの場合も但馬牛の肉とされる。また、明治時代には品種改良のためにイギリス原産の単角種でボン種、スイス原産のブラウンスイス種などの外国種との雑種生産が行われたが、肉質悪化、飼育能力の低下などが見られるようになったため、雑種交配は短期間で中止された。1898年、明治31年には戸籍にあたる牛籍簿で血統の管理が行われるようになり、1911年、明治44年以降は外国種の血統の入った牛が排除された。しかし、但馬でも外国種との交配が進んでしまったため、両牛を生み出す、血統、純血種が姿を消すという危機を迎えることとなった。絶滅したと思われた純血種が、兵庫県三方郡上町小白区の西央にある集落、熱田に、奇跡的に4頭だけ生き残っていた。陸の孤島と言われるほどの地形が幸いし、他の村からも遠く離れていたため外国種との交配を免れていた。この4頭の純血種をもとに、但馬牛は復活していく。現在の但馬牛はすべて、兵庫県三方郡上町小白区で生まれ育った名武牛、田尻豪の子孫である。社団法人全国和牛登録協会の調べによると、2012年2月現在、全国の黒毛和牛の繁殖メス牛のうち、99.9% が田尻豪の子孫である。但馬牛から取れる牛肉は、脂質、肉質が良いため、但馬牛は、松阪牛、三重県や、金牛、滋賀県の数種となっている。また、前沢牛、岩手県、仙台牛、宮城県、飛騨牛、岐阜県、佐賀牛、佐賀県などのように、ただし、馬牛の血統を入れることで、牛の品種改良が行われていることも多い。また、他地域の品種との交配も行わず、限られたお牛の精子のみを受精させることで血統の純化、改良が進められ、鶴と呼ばれる系統が作られている。あった鶴、吹き鶴、吉鶴の3つの代表的な鶴牛がある。但馬牛のうち以下のすべてを満たした牛を兵庫県産、ただし和牛と称する。この定義は、自項で示す神戸肉や但馬牛の呼称で流通する牛肉となる、うの定義である。但馬牛から取れる牛肉のブランドには、神戸肉、神戸牛、神戸ビーフ、但馬牛、三田牛、淡路ビーフ、黒田昭和牛などがある。これらのうち、神戸肉、神戸ビーフ及び但馬牛は、神戸肉流通推進協議会の基準を満たした牛肉に対して許される呼称である。2015年12月22日、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律、地理的表示法に基づく地理的表示の登録第1弾7件のうちの一つとなった。兵庫県産、但馬牛のうち、以下の格付けを満たした牛肉が、兵庫県産、但馬牛、但馬牛、但馬ビーフ、但馬ビーフと表記することが許される。また、兵庫県産、但馬牛のうち、以下のすべてを満たした牛肉は、神戸ビーフ、神戸肉、神戸牛、神戸ビーフと表記することが許される。すなわち、兵庫県産、但馬牛のうち、肉質が良い牛肉は、神戸肉、神戸牛、神戸ビーフ及び、但馬牛、但馬ビーフいずれの呼称を用いても買わないが、前者の名称で流通することが多い、例外もある。格付けを表にすると右のようになる。なお、日本食肉格付け協会枝肉取引規格の肉質等級では、脂肪交雑の BMS 値以外にも基準があるが、BMS 以外の基準も満たしているとみなして、該当する日本食肉格付け協会の肉質等級も付記した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。